こんにちは、片川のりこです。こんにちは、浜松市長の鈴木康友です。市長よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。前回この浜松市を、はい、ビーチマリンスポーツの聖地にという話を伺いました。はい、そんな中で企業誘致のきっかけとなる前坂サテライトオフィスを開設されたということなんですが、はい、詳しく教えていただけますか。はい、この度ですね、前坂の共同センターの4階、今まで空いてたスペースにですね、はい、前坂サテライトオフィスというですね、そうした施設を作りまして、6月の1日から開設いたしました。ここはですね、サテライトオフィスという名前の通りですね、はい、主にですね、首都圏等で活躍してるんですね、ベンチャー企業にまずサテライトとしてですね、オフィスを構えてもらおうと、そういう企業を誘致をするためにですね、開設したんですね。で、今ご承知のように浜松はですね、ベンチャー企業の育成というのに取り組んでまして、市内でのですね、創業や企業をですね、支援するのもさることながら、首都圏等からですね、すでに活躍してですね、ベンチャー企業にしてもらおうと。ただいきなりですね、こう誘致するってなかなか難しいんで、浜松がとてもビジネスしやすい、また住むにもですね、いろんな生活するにもですね、とてもいい環境にあるということを知ってもらうためにですね、まず負担の少ないサテライトオフィスとして浜松で活動してもらって、で浜松が素晴らしいねと思っていただけたらですね、もっとたくさんの皆さんに来ていただくと、そういうですね、目的のためにですね、サテライトオフィスを、ね、作ったんですね。とても立地条件も良くて、弁天島駅からもすぐですし、そうですね、浜名湖も一望できて、もうブワーッと浜名湖が眺望できるん で、ね、特に海とかですね、うん、マリンスポーツなんかが好きな人にとってはですね、たまらない環境だと思いますね。そうですね、はい、ここを利用してもっともっと浜松のを知ってもらって、ベンチャー企業の方にはなるべく負担をかけないようにという、サテライトオフィスなんですね。ではそういったベンチャー企業にとって、浜松市の魅力というのはどんなことがあるんでしょうか。はい、浜松市はですね、ご存知のように80万のですね、規模の都市と、大きな都市でありながらですね、車で30分も走れば、浜名湖や太平洋、山などあらゆる自然にですね、触れることができるというですね、強みがありまして、結果として浜松はですね、仕事とレジャーがですね、日本一に近い町と言えるんですね。実際にですね、サーフィンがしたいということでね、この環境に憧れて浜松に移住したという、ベンチャーの起業家の方はですね、浜松はですね、なんとですね、本州最後の楽園だと絶賛しているんですね。このサテライトオフィスはすべての部屋から浜名湖の眺望を楽しめるなど、マリンスポーツの聖地浜松をですね、象徴したオフィスとなっておりますので、ワークライフバランスを重視するベンチャー起業家にはもってこいのロケーションだと思います。そうですね、こうオンとオフがうまく切り替えができるような場所ですよね。市長がおっしゃっていた浜松バレー構想の実現に向けて、着々と準備が進んでいるんですね。そんな前坂サテライトオフィスへのベンチャー企業の皆さんの反応はいかがですか。今ですね、6月1日からスタートしまして、いろんな今ですね、情報発信をしているところでございまして、浜松首都圏ビジネス情報センターというですね、浜松 の東京の事務所の中に、そうしたセンターがあるんですけども、そこでですね、さまざまな情報発信をしたりですね、ベンチャーの方なので SNS を活用したですね、PR などもしておりますし、東京でですね、そのサテライトオフィスのですね、セミナーを開きまして、ここの良さというものですね、PR したりですね、実際に現場を見てもらおうということですね、サテライトオフィスの見学ツアーも行ったんですね。で、十数社のですね、東京のベンチャー企業の皆さんに来ていただきまして、現地をご覧いただいたんですけども、反応はですね、大変良かったですね。今後もこうしたですね、取り組みを、続けていってですね、誘致につなげていきたいと思っております。そうですね、積極的に誘致活動を行っているんですね。ここから新たなベンチャー企業ですとかビジネスが生まれるかと思うとワクワクしてきますね。そして浜松市では他にもサポート起業家を皆さん応援するような取り組みが行われていると伺いましたが、どんなことでしょうか。市外にもですね、実はですね、トライアルオフィスというのをもうすでに開設済みでございまして、具体的にはザダの中央館にあるんですけども、引き続きですね、コワーキングスペースとして活用していただいています。またワンストップでですね、企業のサポートをする起業家カフェやですね、IT に特化した人材育成のためのセミナーなども行っているんですね。
人材不足にですね悩むベンチャー企業の皆さんにとって、まあ、IT のスキルを身につけたですね人材を獲得できるということはですね大変大きな魅力となりますので、ベンチャー誘致のですね、インセンティブになると考えております。またですね今後はですねファンドを活用したベンチャー支援も計画をしておりますので、まあ、資金調達という面でもですね強力にサポートできると思います。さらに行政ならではの支援としてですね規制緩和にもですね積極的に取り組んでいるんですね、具体的にはですね自動運転などの実証実験を可能にしたりですね優秀な外国人エンジニアの雇用をですね可能にしたりする、まあ、特区の申請などが挙げられます。まあ、こうした規制緩和が実現をすればですねベンチャー企業にとって浜松はより魅力的なですね都市となるわけですね、はい、そうですね本当にさまざまな側面から企業をサポートしていこうということなんですね、はいはい、市長今日もお時間が迫ってまいりました、はい、市長から市民の皆さんに最後にメッセージをお願いします、はい、前坂に、まあ、解説をいたしました前坂サテライトオフィスのお話をさせていただきました。これはですね、浜松バレー構想というですね、ベンチャーの町浜松に向けたですね取り組みの一つなんですね。で浜松バレー構想というのはですねちょうどアメリカのシリコンバレーのようにですねベンチャー企業がですねうわっと集積をしてですね、そこに新たなですねそのベンチャーなコミュニティが作られる、まあ、そうしたですね浜松を目指そうという構想でございまして、まあ、今浜松はですねさまざまなですねそうした構想をめがけてですねベンチャーの支援に取り組んでいるところでございます。で、まあ、浜松はもともとものづくりの町として栄えてきた町なのでそうした新たにですねベンチャー企業が集積をしてくればですね、そうしたもともとのものづくり企業と、掛け合わされることによってですねどんどん新しい技術革新が起こってですね、時代に向けてですね、新しい産業がですね次々とまた浜松から生まれてくる、まあ、そんなですね、夢を実現をしようということで今取り組んでいるところでございます。ただこの取り組みというのはですねそう一朝一夕にできることではございませんので、まあ、地道にですね、こう一歩一歩進んでいくことが大事でございますので、まあ、引き続きですね、まあ、こうした取り組みを継続をしていきたいと思います。まあ、すでに浜松ベンチャー連合というですね、ベンチャー企業の皆さんに集まっていただいたコミュニティを形成しましたけれども、まあ、今50社ほどのですね、若手の経営者を中心としたベンチャーの皆さんに集まっていただいておりまして、まあ、大変それがですね輪が広がってくるのはですね活況を呈し始めています。まあ、こうした取り組みを通じてですね浜松をもう一度ですねベンチャーの街浜松バレーにしようということで今後もですね市も積極的に取り組んでまいりますのでぜひ市民の皆様にですね大いにご期待をいただきたいと思います。はい、まさに浜松のやらまいか精神に基づいたね、はい、浜松バレー構想の実現、はい、私も大いに期待しております。市長ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。ここからは市長自ら質問に答えていただくお答えしましょうのコーナーです。市政の質問に加えまして、はい、市長への あのプライベートの一面もね迫ってみたいと思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。本日は中区にあります浜松中部学園の9年生からの質問なんです。頼もしい質問が来てますのでよろしくお願いします、はい、では市長お答えください。はい、それではお答えしましょう。はい、では一つ目の質問です、はい、2020年の東京オリンピックに向けて、はい、浜松市はどのようなサポートをするんですかという質問です、はい、まあ、取り組みというふうに受け取ってもいいと思うんですけども、はい、実はですねオリンピックに向けて今国はですねホストタウンという構想を出してましてね、うん、はい、でオリンピックで、まあ、各国の選手団が来ますので、そうですね、まあ、そういう皆さんを受け入れて、うん、そうした世界の各国の国とですね、はい、日本の都市をつなげて、うん、まあ、いろんな交流を生み出していこうと、はい、まあ、こういうですね取り組みなんですね、で浜松はですね、はい、ブラジルのホストタウンとして国に認定をいただいたんですね、はい、これはもう皆さんご承知の通り浜松はですね日本一ブラジルの方がたくさん住んでいる町ですし、うん、そうですね、はい、もう28年間にわたってですね、うん、そうしたブラジルの方との
共生をしてまいりましたので、はい、まあ、もう浜松にとってはですね、うん、まあ、ブラジルの皆さんを受け入れるというのはですね、はい、ごくごく自然な流れですね。そうですね。ホストタウンに認定をしていただいたので、はい、まあ、オリンピックの選手団、それからパラリンピックのですね、選手団を受け入れて、うん、さらにこのブラジルとのですね、はい、交流を促進をしていこうと、まあ、特にですね、はい、パラリンピックは今の予定でいきますと、うん、全選手ですね、はい、全競技の全選手をですね、浜松が受け入れるということなんです。そういう予定で今、準備進めてるんですけど、はい、これはね、今までね、うん、こういう取り組みしたところないんですね。日本で初めてのですね、はい、これだけの規模でパラリンピックの選手を受け入れるというのは初めての取り組みになりますので、はい、全国がね、注目をするんではないかなと思いますね。そうですね、はい、ブラジルの選手がこう市民レベルというかね、はい、学校単位でもこう交流できたらすごいいですよね。たくさんのですね、はい、ボランティアなんかもですね募集いたしますので、うん、まあ、ぜひですね中学生の皆さんもね、はい、ボランティアはじめですね、いろんな形でですね、はい、お手伝いしていただきたいと思いますね。そうですね、はい、はい、では2つ目の質問いきたいと思います、はい、中部学園が新しく開校して、はい、市長はどんなことを僕たちに期待していますか、はい、という質問です。これ、ね、中部学園というのはですね、まあ、小中一貫校、まあ、今回ね9年生からのご質問ということだったんですけども、うん、まあ、これはあの小学校と中学校の一貫して、まあ、教育をするというですね、はい、新しい学校の仕組みで、まだ浜松市にはですね、中部学園を含めて3校しかないですね、はい、特には市街地のこの町の中心にあるのはですね、中部学園だけなんで、結構多くの市民の皆さんがですね、はい、まあ、どんな学校になるのかと期待してますんでね、うん、まあ、生徒の皆さんにはですね、勉強、スポーツ、それから人格形成、うん、まあ、あらゆる面でですね、浜松の模範となるようなですね、うん、まあ、そういうですね、頑張りをですね期待したいと思いますね。はい、皆さん頑張ってくださいね、はい、では最後の質問です。昨年浜松市は大河ドラマなどで全国的に注目をされましたが、はい、次はどんなもので全国にアピールしていく予定ですかという質問です、はい、なるほど。今ですね、市が取り組み始めたと思いますね、マリンスポーツ、ビーチスポーツの聖地にしていこうという取り組みなんですね、はい、まあ、このコーナーでもご紹介したこともあるんですけども、ね、うん、まあ、浜松はですね、浜名湖、はい、それから太平洋、そして広大な砂浜とですね、マリンスポーツやビーチスポーツをやるにはですね、うん、最高の環境が整っているんですね、はい、まあ、すでに多くのですね、競技が行われていますので、はい、これからこれをですね、戦略的に、強化をしていってですね、これを全国に PR していこうと、まあ、いろんなですね、立派なスポーツ施設を抱えた都市はいっぱいありますけども、はい、これだけのですね、水の環境がですね、整っている都市というのはございませんので、はい、これはね全国に売っていけると思うんですね。いろんな大会を誘致してですね、はい、まあ、この魅力を知ってもらってですね、うん、浜松に移住をしてくる、まあ、そういう人たちも増えていくと思いますし、すで、うん、にサーフィンとかですね、ウィンドサーフィンとか、まあ、そうしたあの環境が整っているということで、若い人たちが結構浜松に移住してきてるんですね、はい、まあ、こういう動きをね、もっともっと加速をさせていきたいということで、これからですね、浜松をマリンスポーツ、はい、ビーチスポーツの聖地としてですね、売り出していきたいと思っています、はい、そうですね、はい、あの本当に環境が整っていて、あの働き方って今いろいろ言われてますけれども、はいはい、一生懸命働いて一生懸命遊ぶっていう形ですよね。もうな、我々こう浜松の市民は、はい、まあ、当たり前のような環境これ当たり前だと思ってるんですけど、はい、でも外から見るとですね、はい、これ素晴らしい環境なんですね、うん、例えば東京からね、あのサーフィン、はい、やりたくて浜松に来た、うん、あの若い経営者の方いるんですけどね、はい、もう東京にいる時はね、房総の先までね、うん、休みの日にね3時間かけて時間かけて行くわけですね、はい、であそこほら道路混んでますから、はい、帰りは何時間かかるか分からないと渋滞もしたり、はい、それがですね、浜松にいるともう本当街中から15分で、うん、そのサーフィンできるスポットまで行けるわけですね、はい、だもうね、夢のような環境だったんですね。だから彼はもうシーズン中はですね、はい、サーフィンしてからね仕事に行くって、もう東京じゃありえない。朝サーフィンして仕事っていうのね、考えられますね。それが浜松はできるんですね。なるほど。だからこれはね、実は我々、まあ、当たり前に思ってるような環境が実は、うん、あの外から見るとね素晴らしい環境で恵まれてるんですね。そうなんです。それをね、はい、PR していきたいと思ってます。はい、わかりました。中部学園の皆さん、いいでしょうか。はい、市長どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。